日の話題はこちらです。秋田の魅力を再発見、アジアトライ秋田千秋芸術祭、9月21日22日の開催です。さあ本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストは久保田ジョーカー踊り旅実行委員会総合プロデューサー米山信子さんです。よろしくお願いします。はい、米山さん、椎名ちゃんには前も昔ご、ね、出演されましたけれども、はい、覚えてらっしゃいますか？もちろんですね、はい、米山さんのご年齢も覚えていらっしゃいますか？ご年齢はね、確かね、私よりちょっと上ぐらい。そう、実は今日誕生日ということで、おめでとうございます。素晴らしい。米山さん、年齢伺ってもいいもんですか？はい、大丈夫です。はい、今年は84歳です。84歳ですよ。なんか本当になんか夢、なんか未来に対する夢が広がってきますよ ね。まさに目指す新シニア。はい。オルエの目指すところですよ、ね、オルエの目指す姿。ですよね。だからいつもこう好奇心旺盛で、こう新しいことも取り入れて、うん、いつも取り組んでいらっしゃるっていうイメージなんですが、普段お仕事はどんなことをなさってますか？私は今占いの鑑定士です。はい。俺もまた興味深いですね。当たる越前 AP も前占ってもらってましたよ。そういえばそうでコーナーでね、はい、そんなこともありましたよ。はい、そんな米山さんなんですが、久保田ジョーカー踊り旅実行委員会の総合プロデューサーをなさっています。はい、どんな実行委員会になりますか？はい、ですね、石井幕の生まれた三種町と、それから土方辰巳が生まれた秋田市と、それから、はい、土方の写真集の写真を飾ってあるかまいたちの里、うん、土方のお父さんお母さんの実家もあります、魚町、うんうん、この3つの地域の住民が協力して実行委員会作ってまして、はい、土方辰巳石井幕秋田芸術祭という中で各地でいろいろなイベントを行っています。今回行うということなんですね。世界的に有名な舞踏家舞踊家のお方ですよね。はい、で今日ご紹介いただくイベントがアジアトレ秋田千秋芸術祭、9月21日22日午後1時から、夜8時頃までですかね、はい、千秋公園の本丸で開催されます。うん、お墨櫓の下でとっても雰囲気があるんですが、さあどういったイベントなのか、はい、まずは VTR ありますのでぜひご覧ください。土方辰巳石井幕秋田芸術祭プレゼンツアジアトライ秋田千秋芸術祭2024、存在する無形睦弥音色、魂の呼吸ニナ・ディプラ、衝撃的な存在工藤武輝、フォレストエレメンツウェンディ・ HS グループ、洗練アンサンブル秀島稔、8年連続の開催となりました。今回は海外から15名、国内から30名の一流アーティストのパフォーマンスを楽しみながら、秋田県の魅力を再発見していただければと思い、地元アーティストは50名の出演となります。今回の秋田組も安定の実力派アーティストばかりですが、特に見どころは3組のラッパーになります。ぜひご来場の上、そのステージを目撃しに来てください。私たちは秋田を舞踊舞踏の聖地として世界に発信するため、土方辰巳や石井幕の生誕地である秋田市三種町羽後町の住民が協力してイベントを開催しています。誰もが気軽に参加していただけるように多彩なプログラムをオープンな会場で開催しています。関連する全てのイベントは基本入場無料で参加でき、投げ銭も歓迎です。お待ちしております。はい、うん、今回8回目の開催で、今年はおよそ120名の出演者の皆さんがいらっしゃるということなんですが、西村さん、はい、VTR 見てすごい世界観ですよね。すごいですよね。土方さんと石井さんお二人のね、はい、うん、ダンスの聖地って言葉が今出てきましたけど、はいはい、まさに秋田そうなんですよね。私たちのこの地が
あの聖地としてみんなから認められて世界中からいろんな方々が来てるっていうこと、これやっぱり本当に誇らしいことですよね。そうですね、はい、ふるさとだからということで、皆さんがここ秋田に来たいという、そういった2日間、皆さん表現したいっていう場になるんですが、原点っていうことですね。原点なんですね、改めてその土方辰巳、そして石井幕についてご紹介いただけますか。石井幕さんはあの明治に生まれて、明治時代に生まれてるんですけど、あの現在の三種町でお生まれになっております。はい、それでそのこちらに書いてありますけど、で三種町で生まれて、その石井幕が、まあ、秋田高校を卒業してから東京に出て、そして、あの浅草公会堂とか帝国劇場でいろいろなパフォーマンスを学んで、そして、はい、日本でいうモダンダンスですね、モダンダンスを初めて日本に、まあ、導入したと言ってもいい、まあ、先駆者なんですね。そうなんですよね。その石井幕が、まあ、あの戦争中とかそのちょっと前からたびたび秋田に戻ってきまして、あの秋田市の秋田県の小学校とかいろんな施設でダンス公演をしてたのを、土方辰巳が当時小学生とか、まあ、中学校の時代に見まして、まあ、中学校って言って昔は高等小学校ですから、ずっと8年ぐらいね、小学校行くんですけど、そこで見て自分もあのダンサーになりたいと、当時ね戦争中でみんな男の子は兵隊になるっていうのが当たり前、その頃にねそう思われたんですね。そうです。で、まあ、密かにそれを温めていたわけです。で土方辰巳はあの工業高校ね、今の秋田工業高校を卒業した、はい、卒業した後に駅前にあったあの増村和子さんっていうそのモダンダンス研究所というところに入所するんですね。はい、でそこで初めてダンスを踊ります。でその増村和子さんもあの実は土方でなくて石井幕の関係 の、ね、あの土方のお弟子さんみたいな方から習っているわけで、そしてあの増村和子さんが2年ぐらい経ってすぐあの東京に行くんですね、はい、突然に。それで土方も、まあ、東京に追いかけていくと。そしたらそこで大野和夫さんに出会うわけです。ではあの大野さん そのダンス劇役のダンサーって呼んでるんですけど、その大野さんのダンスにダンスを見てものすごい深い感銘を受けるんですね。でその大野和夫さんというのは石井幕さんの、ね、研究所の生徒で、まあ、お弟子さんということなんですが、あの生まれは北海道なんですけど、実はお母さんが小坂町の生まれで、で一時あの高校時代ね、大野和夫さんも秋田にいて、今のあの芳名高校ですね、そこを卒業されてると、なんかすごくもう、大野和夫さんもものすごい世界的に有名な舞踏家なんで、こういう方全員秋田に集まっている、すごいですね、お三方がね、そうそうそう、みんな繋がって、それは全部秋田つながりでね、どんな地場があるのかという感じがしますね。すごい引き寄せます ね秋田の地というのは。でもやっぱりこの生まれた地で皆さんこう踊りたいっていう願望が皆さんそう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 集まっていらっしゃる、はい、しかも集まってくるのもその辺から集まってくるんじゃなくても海外、そうですね、はい、世界中から集まってこのアジアトライ秋田専修芸術祭が行われるそうです、ね、わけですもんね。特にあのインドネシア、このアジアトライという名前があのインドネシアでもう15年と 20年以上かな前からも発祥してて、でインドネシアのジョクジャカルタのそうパフォーマンスやる方たちとの交流から始まったんですけど、でいろいろ、まあ、韓国、それからアメリカ、フランス、そういろんなところから
舞踏家の方が来ていますので、でもそのもうね、今回も先ほど VTR ご覧いただきましたけど、いろんな方いらっしゃるんで少しご紹介いただきたいんですが、県内外の皆さんはどういった方ですか？はい、県内外でいつもいらしてくれる秀島さんっていらっしゃるんですけど、この人は大野さんの一番弟子なんですね。県外から、もう素晴らしいダンサーで、秀島さんってこと、そう、秀島実さんですね。それから大楽だからの立ち上げなんかに参加された由紀子、丸赤字さんの大楽だから、そう、それで北方舞踏派っていうのにも入った由紀子さんとかですね、それから今回新しくマグナムマダムっていうアラフォー女子の団体っていうのがいい、ね、なかなか面白いのがあって、こういう方もそうそうそういらっしゃいます。海外はどの辺から今年は海外、今回はやはりインドネシアのジョクジャカルタとスマトラ島から来ます。ノルウェーの方もいらっしゃるんです。そのムツミレードさんって方なんですけど、今年の1月にノルウェーに移住されたんですね。で今までは東京にいたんですけど、ずっとアジアトライに関わっていただいて、非常に面白いコミックなおダンス、舞踏をやってくれたりする方で、その方がわざわざノルウェーから、駆けつけてくれます。ノルウェーとか先ほどのフランスとかね、それからあとフランスからこのギリシャ生まれなんですけど、フランスでピナバーシュという神様みたいなダンスの方がいらっしゃるんです。その人の春の祭典という公演に出られて お弟子さんでもあるニーナ・ディプラさんという方がいらっしゃいます。今年そのダンスも、もちろん音楽もありましたけど、今までヒップホップとか、三種町のエイシンさんが、出演されたりといろいろこうバラエティー通っているというか、そうですね、面白いですね。エイシンさんは去年も出ていただいたんですけど、舞踏というのは特にアングラーっていうかアンダーアートパフォーマンスなんで、それは草の根とか大地、それから民衆の中から生まれてきていると、それで、時の制圧者、当時は日本はアメリカの支配下にいましたから、そういうのとかに、反抗して日本の新しい文化を起こそうとして舞踏は生まれたわけで、そういうものに通ずるものとしてヒップホップとか、レゲエとの、それでヒップホップにも文句を広げたら、とっても若い方たちがたくさん集まってくれて、楽しみです。お墨やぐらの下でラップが聞けちゃうんですよね。でも民謡もね、いつもありましたしね。みんな多分一緒なんですね、民謡もね。そのアンダーグラウンドで、アンダーアート、共通点があって、民謡もいいし、レゲエがあって、ヒップホップ、みんな若い人たちが地元で生まれたサウンドなんですよね。そうです、そうです。過去のお写真もあって、少しダンサーの方ちょっと4枚続けてご覧いただきますし、この方はいらっしゃるんですね。はい、そうですね、ウェンディーさん、ウェンディーさん。そして他にもこちら過去に出られた、去年ですね、先週公演の本丸、この人がやってる時に落雷が落ちて、っていうか、大雨で雷が落ちて濡れてますもんね。でもその後ろのなんかライティングとかもこだわってますもんね。そうです、そうです。音響照明の明かりだけでなくて、全体会場全体台を照らすライトアップをします。でお城なんかも全部浮き出ますんで、それだけ見に来てもいいぐらい、素晴らしい舞台です。お写真ありますが、こちらはこうお昼なのかな。そうですね、アマントさんって、ジュン・アマントさんって大阪の方で、この方も世界中動きしてる方ですけど、なんかすごいですね、歌舞伎舞っていう、歌舞伎舞っていうのを考案しまして、なかなか力強くて面白い、面白い、魅了しちゃう。
さあそして、はい、こちらの方がいらっしゃる劉美穂さんですね、はい、今ニューヨークにいらっしゃいまして、うんうん、ちょっと今年は来れないんですけど、この人も世界的なダンサーですね、うんうん、バックが選手公演合いますね、合います合います、本当に。で最終日最後は例年通り西門内盆踊りがあるそうです、そうです、ね、あの秋田市の党の会の皆さんが踊るんですけど、うんうん、ライトアップされた会場でね、はい、とても素晴らしく綺麗です、みんな混ざってね踊ったりされてますよね、うん、はい、もう皆さん体を思わず動かしてしまいそうな熱中して見ていただけるお子さんから大人の方まで、はい、ご覧いただきます。まず非日常感ありますしね、そうですね、本丸でねああやって見られるっていうのはこれだけの舞台は世界的にも珍しいって、あのダンサーの方たちはみんな世界中回ってる方多いですから、うんうん、はい、おっしゃってたんですね、うん、素晴らしいと言われてますので、はいはい、ぜひおいでいただきたいと思います、はい、入場無料なんですね。そうです、入場無料、秋田市選手公園本丸で9月21日22日オープンが1時、そして大体8時頃まで開催されています、うん、投げ銭も歓迎だというので、ね、こういった楽しみ方も、はい、ありますね、はいはい、どうぞご覧ください。さあそして県内市長でたくさんのアーティストによるイベントをさらに開催されるそうですが、こちらですね、ご覧ください、はいはい、あのまず三種町で15日ですけれども、うん、石倉山展望台で、はい、秀島さんとそれから松永茂子さんって、やはり石破区の直系のお弟子さんのお弟子さんですけども、その方のあれをやります。三市長、三市長、それから最後の時9月の28、29日宇後町でかまいたち芸術祭で、はい、これももう16年からやってるんですけど、去年から一緒にやるようになってます、うんうん、はい、はい、この中で組み込まれてます。宇後町はかまいたちの里があるので、はい、ね、舞踏家の皆さんも行きたいっていう気持ちがあるんでしょうね。はい、さあそして秋田市は映像などもお楽しみいただけるようですが、はい、どういったことがありますか。金足の小泉型公園にある旧奈良家ですね、はい、国の重要文化財、はい、そこの座敷村で、土方辰巳の写真の映像と、それから、うん、イザベラバードの久保田紀行という舞踏劇なんです、ね、イザベラバードの舞踏劇、はい、舞踏劇、うん、イザベラバードの久保田紀行という、これ秋田の身体で、私どもの、そういう舞踏研究会の人たちがやるのですけど、うんうんうん、その方たちの、舞踏劇を DVD を放映します、はいはい、モニターでもいいですね、奈良県住宅でやるってのはいいですね、そうですよね、雰囲気出ると思ってます。その他にも松倉家住宅でも、そうですね、はい、あ、小泉型公園でも、小泉型公園でも舞踏公園がありますし、はい、舞踏ダンス公園ですね、はい、これはあのこう散歩しながら、うん、そのどっかでファッとこう見ていただければ、あの美しい景色の中でとても綺麗な舞台になると思います、うん、それから松倉家住宅ではプロジェクトマッピングと農具の共演ということで、秋田の金足の他に松倉家住宅、馬喰町局団の方でもやるということ、こちら、あ、これ、うん、あと土方辰巳のダイバーシティって、いや、あの美大の山川冬樹先生をお呼びしての共演もあります。これもすごいですよ、本当に素晴らしい異世界です。異世界、これ米蔵、そうです、 あ、そうです、これはね、去年の金子亭のあれですけど、今年はもうあの、うん、松倉の米蔵大きいですから、大きいです大きいです、はい、そこ全部がこういう雰囲気になるので、およそ2週間で、うん、ね、すごい芸術の見触れられるいい機会に、いろいろこうね、計画立てても大変ですよね、まあ、全部が土日休日ですので、うんうん、ぜひいらしていただきたいと思います。はい、さあそれではですね、最後このイベントの魅力もぜひお伝えいただきたいと思います、はいはい、まずあの土方辰巳石破区が生まれた生誕地ということで、うん、もう世界中のダンサーや舞踏家の方たちが集まっていただける、うん、これだけの人が集まるというのも、うんうん、あの普通ないと思いますので、うん、
まあ、ぜひこの機会にご覧いただきたいなと思いますことと、うん、あとはあの土方辰巳やあの石破のような革新的なアーティストが生まれた秋田には何があるのか、私たちは秋田ってなんとなく平凡で何もないような感じしてますけど、うん、食べ物は美味しいですけど、うんうん、でもその魅力をねあの外から来る人たちはすごい感じるわけですね、うんうん、でまあ、あの実は今年はあの地元っていう形で、まあ、50人から70人のアーティストが参加するんですけど、あのラッパーとか、うん、そういう方たちが秋田の人っていうよりも他県から来た人がすごい多いんですね。でなんでこうそういう人たちがいるのかなと思いながらこう見てると、どうも秋田はあのそういうそのゆっくり暮らしながら自分の好きなことがやれる土壌があるんじゃないかと。それは人間の寛容さもあるし、土地のゆっくりとかお米がいっぱい取れるとかとてもいいところがあるんで、まあ、これからねあの秋田に若い人が来てもらえるなんか一つの大事な要素として、こういう芸能や芸術をこう盛んにしていければいいなと思ってます、うんね、いろんなタイプの方がいていいですもんね。そうです、そうです、ね、人口減少を、ね、うん、そうそう阻止することにもつながりそうですし、です、ね、西村さんもその辺は共感ですね、はい、共感ですよね。本当にあの寛容性が低いということでなんか秋田は言われますけど、本当はそうじゃなくて、うん、あのこういうふうに受け入れる土壌っていうのは昔からあったんですよね。そうですね、土方にしてもね、はい、石破にしても変わり者だったと思うんですけど変わり者いいじゃないですかそれを受け入れて、はい、そういう方々もみんな受け入れる秋田でありたいですよ、ね。はい、まずはアジアトラ秋田専修芸術祭でいろんな方々ご注目いただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ本日のゲストは久保田城下踊り旅実行委員会総合プロデューサー米山信子さんでした。誕生日おめでとうございます。ありがとうございました。